ました。なんか明るいかな。大丈夫？ちょっともうちょ,うちょい暗くしたい。<laughs> もうちょい。こんぐらいがいいね。明るさね。うん、よし。 え、でも急に始めたから人集まるかなうんちょっと今日はね本当にあの思いつきでライブ配信をしてるんですけどあでもちょっと来てくれてるありがとうございますであの昨日ですねあ皆さんどんどんコメントくださーい <laughs> なんか遅いかな大丈夫ちょっと人集まるまでもうちょい待ちます どんどんコメントとかいただけると嬉しいです。皆さんこんばんは。あこんばんは。コメント早速くれた。助かります。ちょっとライトがさむずいんよね。調節がね。これぐらいでいいか。100人ぐらいになったらいいな。<laughs> 急に始めたからね。でも告知なしやったから。Twitter ではね。ちょっと告知したんですけど。そうなんです。こんばんは皆さん。こんばんは。 コメント確認しながらライブ配信して。ます。アップすぎる。こんぐらいの方が。いい、どうかな？えー、まだ大阪ないよね <laughs>。そ,そうそう、そうん、なんやかんや全然まいつ帰るかはね。いつまでに変えるかは決めてるんですけど、まあそれまではなんか気分で動こうかなって感じです <laughs>。 だからあえてあえて決めてないという。ううんうんうん、はいえー、っとねええー、こんばんはさく昨,昨晩来てくださいましたねキオピーさんありがとうございます昨日ねそうなんですよ大阪であのバーでね一日店長させてもらってで初めてこうやってなんか多くのファンの方とお会いできてめちゃくちゃ嬉しかったです。 本当にありがとうございます。昨日ちょっと酔いましたね。<laughs> ちょっと今日声ちょっと <laughs> がガラガラガサガサ <laughs> な声なんですけど、そうそう喋りすぎとね。うん、いっぱい飲みました。お酒もありがとうございます。楽しかったですね。昨日本当にうん。なんかやっぱなかなかね。そうやってリアルに会える機会みたいなのがさないから。なんか新鮮というか。 実在したんだって言われましたね <laughs>。そうそうそう。あのね AI とかじゃないですからね人間ですからね。そうそう。今日はそうね大阪のホテルね。うん。看護学校合格おめでとう。あの大変だと思いますけど <laughs> 頑張ってください。はい。看護学校はね私はちょっとつらかったね。<laughs> えー、昨日楽しかった。あよしーさんもありがとうございます。来てくださった方もライブ配信見てくれてる。ありがとう。また来てください、愛いに。<laughs> なんかね、チェキとかね、取ったりとか、お酒一緒に飲んだりとか、結構、なんか、なんだろうね、楽しい時間過ごせたなって思います。みんなは楽しんでもらえたかな楽しんでもらえてたら嬉しいです。<laughs> でも結構 DM とかでなんかあのいい感想が多かったのですごいありがたいですね。うん、どうしてホテルなうあの大阪仕事で昨日のイベントのために大阪に来たんですけどなんやかんや長居しているというね前だいぶ前乗りしてで <laughs> あとも結構ダラダラいるというそうそう気分で動いてますね。 なんで今日もホテルですえー、っと実家もあそうね実家も帰ろうかなって思ってますせっかくなんでねそうそう,、うん、そう東京は東京では7月にしますなんで7月のえー、っと16日の土曜日開けといてください <laughs> はい、まだあの何て言うのかなツイッターとかインスタとかではまだ告知してないんですけどまあ昨日お会いした方とか、まあ、ライブ配信こうやって今見てくださってる方だけとりあえず先に <laughs> 先に予定を押さえていただければと思いますそうなんですよねまた仕事あ仕事途中の方もいるんですね 東京、そうねだから東京では結構だから東京の人も多いのかななんかあの何て言うんやろ遠征してくれてた方もいたんですよ関東の方からわざわざ関西に来てくれてんでね、旅行がてらって言ったんですけどめっちゃ嬉しいですよねわざわざそんな足運んでくれてとか思ってさいや嬉しいですねあと名古屋の方とかわざわざ大阪来てくれて。 そうなんやかんや大阪人大阪の人ね結構少なかったかもしれん逆にレアかもうんえ嬉しいですよねそうやって時間使って会いに来てくれるってそう声かれておりますかえ,え酒やけじゃない <laughs> お酒と喋りすぎだと思います <laughs> そう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 7月16で、ね、東京はねうんそうですね 早めに場所決まったら教えてくださいそうですね,、えっと、ね場所は東京の、えっと、神田っていうところになります神田駅があるじゃないですかでそこからもう近いところになるので、まあ、その辺りだと結構千葉とか埼玉で他の,あの東京より上のねところからも結構アクセスしやすいみたいなのを聞いてて、まあ、私はまだちょっと東京地近なくて <laughs> あれなんですけどそうなんですよ。なんで あのその辺ですね開催場所は、まあ、でも一旦大阪のイベント終わったんでもう次すぐね告知しちゃおうかなと思ってますはいてかやっぱあれですねこの前さ平日にあのライブ配信したら結構ね250人ぐらい見てくれてたんやけどやっぱあの土曜日ってみんな遊びに出かけてるの <laughs> かな、うん、遊びに出かけてそうですね 東京の、ね、時間はちょっとまだ決めてなくてちょっと人数がそんなに多分入らないらしいよねだからこう何時から何時で一部とかなんかそういう感じでねちょっとあの時間によって人数とかいろいろ決めていこうかなと思ってますね、うん、それは予約制にした方がいいかなって感じはね時間とかあるからねそうそうそうこんばんは。 そうなんですよでも結構ねなんかあの遠征してくれた方とかもなんかあの大阪初めて来ましたみたいな初めてとかあんま来ないけどめっちゃもう何年数年ぶりに来ましたみたいな「今大阪こんなんなってるんや」とか言ってて結構なんかそれきっかけで大阪に <laughs> 来てくださる方とかもいて嬉しかったですね。で大阪 ねおいしいもんいっぱいあるんでみんなおいしいもん食べたかなとか思いながら今日過ごしてました <laughs> 私のおすすめのお店はあのいくつかはあの何質問があったら答えたんですけどお店行けたかなそのお店にそうそうそうえー、いつも見てますありがとうございます嬉しいですいや今日ねちょっとあの動画あげようと思ってたんですけどちょっと と間に合わなくて <laughs> でちょっと明日ねあげようと思いますその分はいちょっとあのー、そうですねつつつつつこんばんはえー、っと <laughs> テレビ出れるんじゃないこれ絶対地上波は無理じゃないですかもうあの夜中3時とかの枠でしょう <laughs> もしもしね出れるとしたらね え東京でも人気あるのあるのかわかんないみんなどこに住んでいるのだ <laughs> 本当にでもあでも東京近辺の方多い感じするよねなんとなくねそうそうそう えっほんまに何か昨日その私が前ね働いとったその大阪のバーのお客さんとかも来てくれとったんですけどなんかそのお客さんとかも「えなんか痩せた?」みたいな感じで言ってくれたけど全然「<laughs> えどうなんやろ?」まあ、気をつけてはおるけどね。てかあれなんよその大阪来てから体重計がないからさホテルの中って。だから家 いる時は毎日朝体重測ってたからさあちょっと太ったなとかあちょっと痩せたみたいなが分かったんですけど今分からへんからちょっと怖いんよね何キロぐらいなんやろうとか思うよね、まあ、でも見た目の方が大事やな見た目で痩せてたらまあいっかって感じ <laughs> 体重よりうんそうね沖縄行きたいな あ、こんばんばは。秋篠宮さんも昨日来てくださってましたねありがとうございますしかもねわざわざほんまに遠征してくれてありがとうございますほんまに、えー、夢のようですってこんな嬉しいこと言ってもらえんの <laughs> ありがとうございます私も会えて嬉しかったですそうですねいやだからなんかみんなめちゃくちゃあの何 さすがやあってあのってん,でなんか「えっどうです?」みたいな感じで聞いたらいやなんか動画よりめちゃ可愛くてとか言ってめっちゃ褒め上手みたいなさすが私の動画を見て女性の喜ばせ方を勉強してる成果が出ていると思ってちょっと嬉しかっっったですちょっとっていうかめっちゃ嬉しかったです。 もともとねあの <laughs> ポテンシャルが高い方やったらごめんなさいですけどそうなんですよっていうことがあったそうなんよねでも嬉しいですよねなんかそうやって生の声って聞けないじゃないですかやっぱこう画面上だとねそうそうそうえ全国にファンいるんじゃない、まあ、全国えみんなこう散らばってますよねいろんなとことかね そうなんよねお疲れ様ありがとうりょうちゃん今大阪かなえー、っと東京開催うんうんなるほどねビジネスビジネスホテルです今日は今日も <laughs> ただ昨日昨日っていうか昨日はちょっと南の方に泊まってたんですけど場所を移動したなんか本当は延泊したかったんですよで今日ホテルに問い合わせたら同じ部屋での延泊が無理って言われてえー、じゃあ で荷物がめっちゃ、ね、服がめめっっっちちゃゃねね服あったんよ、ね、でそれを片付けるのが若干めんどい <laughs> めんどいなと思ってでもえー、今日も一日そこで泊まりたいなとか思ったんですけどあのもうその部屋が空いてないらしくて空いてなかったらしくてでも諦めて、えー、じゃあじゃあちょっと実家から近いとこに寄っていくかと思って徐々に接近中です今。そそそそう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  でもあの最初のね日に泊まってたホテルに戻ってきた感じ <laughs> ですねそうねえ YouTube してからモテますかえ YouTube してからえどうなんやろうそんなことはない, <laughs> いやでもなんやろうねあの YouTube してるのでも知ってる人と知ってない人がいるからねどうやろうね わかんないな。思ってたら嬉しいですけどね <laughs> はいお疲れさん二日目2日目は大丈夫でしたね私結構あの回復早めなんではいでも昨日あのお店終わった時点では結構最後らへん結構寄ってました多分まあでも全然私記憶とかはねなくならないんで記憶はもう鮮明なんですけどいい気持ちって感じだった昨日はうんそうそうそう ええとそうなんですよ。えっと YouTube そうですねまあ YouTube のねなんかサムネとかねあのえ顔の作り方どうなんやろうでも普通になんか工夫工夫なんかどういう顔しようみたいなのあるかもねなんかあのなんて言うんかなサムネとかさそういうのはまあでも動画内では全然なんかなんやろう自然な感じやけどね。 でもサムネイル大事。そう、YouTube の表紙な。<laughs> 表紙ね。今夜も大阪におる。そう、大阪におるよ。今日も。うん。やっぱね、大阪ええわーってなった。<laughs> 酒強いんだ。え、お酒、どうやろうでも昨日は、えっと、どんぐらい飲んだかな。えっと、昨日はね、あの乾杯のドリンクを結構いただいて、で乾杯一緒にして、 っていうの何杯8杯ぐらいかな飲んで,でシャンパンが2本開けてもらったんでそれを飲みました <laughs> シャンパンそうねあの酔うね <laughs> でも私めっちゃ好きなんであの嬉しかったですほんまに。 開封動画とかもちょっとね今日送らせてもらったんですけど見てもらえたかな <laughs> ちょっと昨日来てくださった方には DM 送ったんですけどみんな見てくれてたら嬉しいです。えー、お酒好きなら名古屋ええー、そうなん名古屋の手羽先とビール飲みたい <laughs>、うん、私めっちゃ手羽好きなんよ多分鳥の中でどこの部位が好きですかって言われたら手羽と ヒップが好きですヒップが。ぼんじりね。めっちゃ美味しい。結構よく焼きにして食べたいですねぼんじりはね。ま、えー、っと一年ちょっと顔がむくんでいるような気がします。やっぱお酒じゃない普通にちょっと溜まってるんじゃないうん。確かにちょっと今日顔でかい。顔でかいから引きでいこう。でも引いてもでかいけど。 <laughs> そうね確かに今日ねちょっと確かに顔むくんでるんよねでも一応サプリとか飲んでちょっとこうむくみ出ないようにはしたんですけどあの無理でしたねあの薬の力では無理でした <laughs> うんあのみんながお酒与えてくれた証拠です今日顔が丸いのは <laughs> そうですねうん <laughs> あ、まんじさん、ありがとうございます。もうまんじさんって呼んでる <laughs>。もはや <laughs>。ありがとうございます。先はもうお疲れ様でした。画像で我慢しとくわ。今回はまんじでした <laughs>。いつもありがとうございます。あの、またね、機会あったらというか、タイミングあったらぜひ遊びに来てください。うん、<laughs> 楽しみにしてます。いや、もうまんじマーク覚えてしまったわ。でも昨日はマジで、なんかあのママの気分だった一日 <laughs>。 いやスナックとかマジでやりたいなと思ったよな私なんか昔からなんか自分でそういうお酒のお店をやりたくてお酒好きなんでそういつかやりたいなって思うそうなんよお疲れ様ありがとうございます嬉しい画像ねツイッターの画像かな <laughs> そうなんよぼん,じそうぼんじりそうぼんじりおいしいよね しままますけどたまに置いいてなな店ありませんなんかあの頼んだら「あちょっとお盆んじゅ置いてないんですよ」とか言われたらちょっとがっかりって感じだけど、まあ、そういう時はあの何皮とかめっちゃ食べますね私皮もめっちゃ好き塩焼きのよく焼きでうんそうそうそうえー、っと 指名料指名料っていうかかなんかまあその何開催場所によって多分いろいろ違うと思うんですけどチャージ料とかまあ今回は普通にチャージとあとドリンクとかあとチェキとかのメニューとかいろいろ出させてもらってでチェキがねめっちゃみんな取ってくださいましたねほんまにあのツーショットチェキとか。 のメニューも用意してたたんでそれれってくれてくか私さ昨日そうちょっと今ね昨日来てくれてる人で見てくれてる人いたらお願いなんですけど <laughs> あのチェキをさ記念に私斜面にこう残しときたかったのに自分のその携帯ホルダーの中にそれ取り忘れてさ普通になんかどんなチェキ なのかちょっと見たいので <laughs> あの自分の思い出メモリアルの中にちょっと刻みたいのであのよかったら DM とかで送ってもらえたら嬉しいです。チェキ <laughs> こうやってチェキこうやって写真撮ってパチって撮ってポッと送ってもらえたら嬉しいです。ちょっとあの私の中の画像フォルダに保存しておきます。うん、そうなんですよね <laughs> 確かにスナック懐かしいねえー、っと接客がうまそうえでも接客は私結構好きですねでか人と喋るめっちゃ好きなんで,でか喋らないと死にそうになるので <laughs> あっ <laughs> えーっとでも鈴木ひろしさん500円スパッチャありがとうございます嬉しいですありがとう。 初めて初スパチャかな初めて見た気がするありがとうございます嬉しいえー、ちょっと今日の <laughs> 夜ご飯代にしよう <laughs> 今日はでも食べん食べたのがまた変な時間やったよね夜ご飯食べたのが最近めっちゃそういうの多くてなんか時間がね 夕方とかだからお酒飲んだ次の日ってさ結構午前中はご飯いらないモードになってたりするんよね夕方ぐらいまで,で夕方だっていきなりお腹が空きだして、えー、で食べるじゃないですかで結構爆食いしてで、あのー、そっから23時前ぐらいになってなんかお腹空すいたなみたいなっていうのがもうなんか <laughs> 定番になってるあでも今日顔むくんでるからねちょっと食べ過ぎ注意 かも昨日ちょっとねあのあと塩分を取ってしまったから多分余計むくみがうん <laughs> そうなんですよこんぐらいの顔にのっといいのに <laughs> でいっつも鏡見ながら思ってる一人でそう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 いやえー チェキ送ります。あ、チェキありがとうございます。送ってきて待ってる。待ってる。<laughs> ってるえー、っと、うんうん、うんんんんん。彼氏のお姫様どこされるの嬉しいですかえ、嬉しいんじゃないですか？<laughs> え。ただえ大丈夫かな？重くないかなとか思うけどね。あ、戦士を井上さんありがとうございます。ナイススタンプ55ありがとう。<laughs> ありがとうございます。 ドレさんもよくね遊びに来てくださってますよねあのライブ配信ねありがとうございます本当にえー、ほら人見知りやからマジ喋れんかったわいや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  <laughs> あでもいやあんてマー君んかいや絶対いやあの喋れんかったっていう人ほど喋るんよ <laughs> 秀逸なおケつっこい <laughs> バリ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 喋れてたからねそうそうそうええさきっちさんの趣味趣味ですかやっぱなんだろうな私マジでそのなんか誇れるような趣味がないんですけどあのマジで食べ美味しいもの食べることとあとお酒飲むこととあと海外旅行好きやったんでも海外旅行ねちょっと今あんまできひんと思うんですけど あと最近ハマったのは C 社とか C 社とか結構行ったりするかなうんあの水のね結構最近めっちゃ店増えてますよねそうそうかな趣味 <laughs> 趣味、まあ、気軽にできるもんだったらまあご飯とか C 社とかそんな感じかなはいなんかもっとあの爽やかな趣味欲しいけどねスポーツとかさ なんかあの走るとかさそういう趣味ね私昔からないんですよねあでも筋トレはなんかあの気が向いた時にやってる <laughs> まあ趣味じゃないなでもこれ強制的にやってるそう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 えー、っとそうじゃあ目が泳いでる時あるけど視力悪いですか私そんなにね視力あでもどうやろう最近なんか編集とかパソコン使うこと増えて。 なんかめっちゃ視力下がりましたでも多分あのキョドキョドしてて目が泳いどんはただってるだっるけ <laughs> 私めっちゃね挙動挙動がおかしい時があってめっちゃそれ友達とか親とかにめっちゃ笑われるんですけど昨日もさそのイベントでさなんか意味わからん行動を何回かしてしまってあのめっちゃ笑われた <laughs> そうなんかねたんまにねたんまに頭おかしい時があります。 なんかあのそう,そういう時多分目がキョロ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 って向いちゃうねそうそうそう <laughs> そうなんよえ動画のネタってねどうやって考えるえー、動画のネタはなんかもしも自分がこうだったらみたいななんかそのなんていうんかなこのシチュエーションの時自分やったらどうするとかいうのをねなんかふと考えるのね。 とかなんかあの普通に人間観察とかあとなんか周りの人に話とか聞いててなんかあみんなこういうことで悩んでんねんなとかあなんかこういう感じなんやなみたいなところから結構なんかなんていうんかな引っ張り出してくる <laughs> 感じかなうんあとまあシンプルに自分がなんか疑問に思ったことえこれってどう,どうなんやろうみたいなこの時って 女の人こう思っとるよなとかなんかそういうことで結構日常かからら引っ張り出してくるののののととあとはああは皆さんからの意見です <laughs> あのコメントそれこそコメントとかあとこういうライブ配信でさ「今度き女性ってどう思ってますか?」とかあとまあこういう悩みがあるとかなんかそっから結構なんだろうもらってること多いですかねテーマを、う。ん それを超うう広げていってみたいな一本の動画にできるみたいな感じですね基本的には。そう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 。ええー、そうなんよ。 今日ねあのこれ動画でもね一回映したやつなんですけどこれなんか「パジャマ」って書かれとったぞコメント欄に「<laughs> パジャマ」じゃないんやけどなこれでもパジャマっぽいよね確かになんかあのちょっと言葉古いけどさなんかあの「ネグリジェ」みたいな今そんなの言わんよな何 <laughs> て言うんやろ今「ルームウェア」ルームウェアみたいな感じするねうんあ初ライブの方もいるんやね えー、コンカフェ感覚やったから普通にしゃべれた <laughs> なるほどねいやでもめっちゃ楽しかったです会話マジでうん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 そうねなんかあの落書きがさ私そのコンカフェ嬢さんみたいにうまく書けないからさちょっといろいろこう参考にねあの適キ見させてもらいながら書いたけど <laughs> ちょっと落書きなんか勉強します勉強する <laughs>。 でもそうやってなんかあの昨日ね結構来てくださった方なんかその喋れるなんか動画のまんまやねって言われた <laughs> なんかあの何て言うんかなめっちゃギャップある人も多分いると思うよねこういうやっぱあの配信業ってさなんかあの何て言うんかな こう例えばめっちゃキャラとかを作り込んでたらリアルに会った時って絶対それは難しいと思うんやけどなんかもう普通に今ライブ配信してるこの感じで昨日はいっちゃったんで <laughs> なんかあの本,本物やみたいな感じでしたはいこんな感じでしたよね昨日は着 <laughs> てくださった方 あのテンションはねみんな皆さんいたから結構高くなってたかも上がってたかもテンションはそうそうそう今一人でさあのしゃべりたいこと喋ってるから <laughs> そうそうなんか声もなんかちょっとガサガサやしね <laughs> そうなのよ「シーシャー行きたいな」覚えてくれてるもちろん覚えてますよ <laughs> 私結構ね多分ねいっつもコメントくださる方とか あと何やろう,もうめっちゃ最初っから見てくれとる方とかあとそうやってね昨日みたいに会いに来てくれた方絶対ね覚えてるんですよねそうそうそう <laughs> 結構あの人,人を覚えはいいと思う <laughs> 他のことはね結構忘れっぽかったりするんですけどでも言われたらあーって遠い記憶から呼び覚ます <laughs> 逆に私あれなんですよ近い記憶が消えていっちゃうこと多いんですよ え、それ今言ったけど、みたいなことめっちゃ多くて。あ、あ、ごめんなさい、みたいな。<laughs> 悪気ないんですけどね。ありますよね。そういうことね。えー、そうそうそう。えー、っと、つ,つ,つ,つごつ、えー、っと。<laughs> えー、待ってあ、結構あれやね。止まってますね。ありがとうございます。いっぱいコメントください。 ハップバー行く動画撮って欲しいえっ、ー、撮りたいてか行きたいんよねえなんかハップバーにちょっとこの滞在で行こっかっていう話をしてたんですよちょっとあの行けなくなっちゃって <laughs> ちょっとあのねあの予定が合わなくなっちゃってそれでなくなったんですけどどういう場所なんでしょうねなんかでもちょっとその行ってる人の話聞いたらなんか結構なんか怖いというかなんか何やろう。 ほんまにそういうことをめっちゃ旺盛な人は多分楽しいと思うんですけどそうなんよねちょっとでもいいですよねそういうなんかあの何ネタになるよね動画のね <laughs> ちょっと行ってみますなんかいろいろ行ってほしいとことかあの言ってくださいあのどこでも行ってくるんで私結構ねあのやったことないことやってみたいんですよねいろいろねえっ、ー 生配信動画ネタ <laughs> そう動画ネタねえー、女性はなぜネイルをするネイルのデザイン最近ゴツゴツつけたがるのはなぜそれ私のことゴツゴツしてるよねしかもここに関してはちょっと詰め割れてていやそうなんよえゴツゴツしたがるのなぜえでもやっぱ女性ってあれじゃないですかねなんやろちょっと軽く今答えると なんかキラキララしたものだからストーンとかさなんかあのんやろストーンとか,なんかリボンとか,なんかそういうおっきくてちょっとこう目立つようなもの結構好きじゃないですかモチーフ的にそそうそうあとなんかこうキラキラしてなんかこう輝いてる、まあ、宝石とかもやし、まあ、ネイルとかも結構キラキララ私もねキラキラさせてるんですけどなんかそういうのにやっぱもう惹かれるなんか脳になってるんじゃないかな。<laughs> とかかなんかやっぱ流行りみたいな流行みたいなのが結構ゴツゴツしてるパーツネイルが結構今流行ってるんでそれでかなって思う <laughs> そう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 え男性ってどうなのそれ知りたくて私逆に男性になんか「ゴツゴツネイル」ってウケ悪いって聞くんですけどどうですかなんかモテるネイルモテネイルみたいな感じで調べた時にさなんかあの何て言うんかな ほんまにシンプルななんかちょっと薄ピンクで、まあ、これよりももっと薄いピンクで、なんかちょっとここになんかなんやろストーンがちょんみたいなやつが結構なんかモテるみたいな感じでなんか私の中で定義があるんですよ。なんからあんまりこう男性受けを狙ったらゴツゴツしたのはおすすめできないかなみたいな。で逆に男性受け狙うんだったらシンプルかつちょっと ちょっとキラってさせるぐらいがいいんかなみたいなのは結構あるけど私は欲求を抑えられないゴツゴツさせたいしキラキラさせたい <laughs> みたいなのあるよねうんあるあるあるそうなんよねーえー、っとちょっと今ねランダムで読んでますね大阪や実家帰って遊び足りたいや えっとね、実家もう実家帰っちゃうとほぼほぼ遊べないので田舎すぎてまあ遊ぶうんでも遊ぶって言っても多分大阪のほんま規模的にも何,何十分の一ぐらいの規模やからさまあご飯ちょっと行くかぐらいなんやけどまあ大あ,のあれやねそうそう2週間普通だったらあの分散していろいろこう。 入れる予定をめっちゃぎゅって詰め込んで3日間4日間ぐらいでそうだからあのー、あれですね寝不足ですね <laughs> 逆になんか結構大阪では結構遊び足りてるうんでも、まあ、実家帰ってというかまあ地元帰ってちょっと友達とえっと会ったりしますね地元の友達とそうそうあの帰るって言ったらみんなちょっとご飯に行ってくれるみたいなのでありがたい <laughs> ありがたいです、ねはい、なんか地元とか帰ってさなんか誰も遊んでくれんかったらめっちゃ悲しいなとか最近考えたりしちゃう <laughs> そうそうそうええー、と自分で一番ナイスだった動画えー、でもやっぱお気に入りはやっぱ隣人動画じゃないですかね隣人の1本目やね私のおすすめはうん あれは結構編集とかも自分の中で好きやし内容的にも結構好きかなって思いますねあれはあとなんか質問に全部答えていくみたいなのとかまあ、質問コーナーあそうやなんか質問コーナーの動画撮ろうと思ってたんやまたインスタで募集かけるのでみんなインスタフォローしてください <laughs> で質問投げてくださいそのストーリー上げた時に そうなんですよ、ね、あえあとなんやろおすすめ動画えー、でも隣人とあでもなんか自分語り系のも結構好きかもなんかあの前あげた看護師辞めた理由とか、まあ、次ちょっと看護師をやろうと思った理由みたいなのをちょっと動画にしたいなって思ってるんで近々撮るんですけど、まあ、そういう系のなんか動画は結構好きかななんか。 ありもうこういうなんかなんやろうこういうこと話そうとかじゃな考えてるんじゃなくてなんやろうね普通にこう人と喋るとる時に話すみたいな感じで自然な感じで喋っれてるからそういう動画結構おすすめです。そうそうそう,そうええー、結構あれやな。 えとえとえめちゃめちゃコメント追いついてなかった <laughs> ちょっとじゃあ気になったのをね読んだりしますねあとスパチャとか頂い,いたら読みます優先でええとすっと OK、うん、男性えー、っと私は精神科にいましたね <laughs> 精神科で働いてましたそう大阪でねあったんよね 嫉妬する時とかありますか？嫉妬えやきもちみたいな感じですか？私めっちゃ焼き気持ちやきなんで。あまでもそんな,なんかあらわにはしないよね。なんかそれでさ。なんかやきもちを焼きすぎたら多分相手からしたら重いなとか思うやんな。とかさ自分の中で思うからなんかめっちゃ焼いてるけど出せないタイプかも。 でもちょっとやっぱ出ちゃうよねそういうのってなんか根掘り葉掘り聞いちゃったりとかするからでも私結構その男の人だから男性とかだけじゃなくて多分私ファンの方とかにも嫉妬しちゃうかもや気持ちやいちゃうかもなんかあのまあ友達とかも最初同性のねそうそうそうなんかあの何やろうねあるよねそういうのや気持ち的な性質ですでも多分うん。 そうなんよね次ライブ予定はえ次ライブ予定か、でも定期的にライブはしたいですね。だから、まあ次、えー、ゴールデンウィークぐらいにできたらなと思いますね、はい。か、もう思いつきでさ、今回みたいにライブすることとかも多分あると思うんで、みんな通知の方ね、お願いします。通知ボタンを。なんかベルマークがあるよね、確か。それをね、あの押してもらえると。 通知が来るみたいです。そうそう,そう、あ7月16ね。あと神田って書いてくれてますね。そうですね。7月16は東京の方であの何あ1日店長あの今回大阪へさせてもらった感じで、まあでもちょっとあのお店のね。その広さとかが多分ちょっと違うから、あの時間に区切ったりするかもなんですけど。 やりたいと思います。で、大阪でもね、定期的に帰ってきてやりたいですね、イベントとかあの今回のあの昨日のね感じでやれたらなって思いますね。そうそう。あ、ここけんさありがとうございます。イベントの席おめでたママになれますね。ありがとうございます。<laughs> いつもありがとうございます。ナイスパです。ナイナイスパです。<laughs> 噛んだわ今。そうなのよね。 えっとそう今大阪にいるえてかあの和服あの未成年あそうそうそうあの今回はね未成年の子も入れたんよあの思い出した前コメントくれてたなと思ってそう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 また今度よかったら来てくださいうん、えー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 、なるほどねネイル気にする派としない派がいますね 確かに確かにえー、でもなんか爪「爪爪可いいね」とか「爪綺麗やね」って言われたら男の人って意外と爪見てくれてるんかなとか結構なんか思う時ありますよねなんか私の結構なんだろうね今こうやって見てくれてるリスナーさんとかはさすごいなんかちょっととしたことに気づく人多いイメージがあるそうそうなんか髪型変えたとかさ あの爪変えたみたみいな感じでもそういうのってねめっちゃ女子嬉しいからそれどんどん言った方がいいですよ。で変えてなかったら「あなんかちょっと今日雰囲気違うなと思って」で、えっと、流します。そ <laughs> そうそう,そうあるよねそういう時なんか「あれなんかイメージでした?」とか言ったらさ「え別に何も変えてないけど」とか <laughs> 言われた時ちょっと「えちょっと気まずってなるけどさ「あなんかちょっと今日ちゃうなイメージちゃうなと思って」みたいなあるー。<laughs> <laughs> そうそうそうえー、私の JK 制服姿需要あるの <laughs> いやまだいけるかまずそうちょっともうツインテールとかさこんなちょっとどうこれもういけるまだいけるかな高校生でギリギリかな先っちょだけ <laughs> いやでも着たいですね着れるうちにうん。 そそれこそなんか昨日さそのあのあイベント来てくださってた方になんかリクエストいただいたのがなんか毎月チェキ販売をしたらいいのにみたいな前バレンタインの時に販売した時に結構好評やってでその時はバレンンタインのコスチュームをね着てたんよ、ね、結構結構エロかったと思うよ。<laughs> そう自分で言うなってなるんやけどそうそうそうっていうのを毎月なんかコンセプト決めてだから春やったらなんかちょっと桜となんかとかさで夏やったらまあ水着かまあ浴衣かみたいな感じまあ水着とかめっちゃ体絞らなあかんやんと思いつつ <laughs> まあでもいいですよねそういうなんか目標があればさ頑張れそうじゃないそそうそう とかまあなんかそういう毎月ね出したらいいのにみたいな話とかいただいてああでも確かになあって思いましたで、ね、その中にねいろんなコスプレできたらいいなーみたいな感じ JK やるんやったらもう早急にやらないとえっと年を食う前にやりたいです <laughs> そう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 えー、そうなんよね そうなんえー声、声が声がね。大変になった時ありましたね。<laughs> あの動画はやんでたね。あ、そうあ、バキロウさんとのあ。確かに確かにコラボで。じゃあおすすめをいくとやっぱ。私はそうね。バキロウさんの回は結構神回だなって、バキロウさんが神だなって思いますね。まずそう。あの回は全部面白いです。バキロウさんとのコラボはうん。 私もめっちゃお気に入り <laughs> いやねーうーん髪の毛綺麗ありがとうちょっと今トリートメントを頑張ってるんよでも今日さちょっとシャンプーがそのあの何旅行用のやつ買ったんですけどそれがちょっとあの切れちゃっててホテルのやつちょっと今日使ったけどさ今日はでもあのトリートメントをね今買ったから。 ちょっとやりたいなって思います今日の夜はねなんかね良さげなねトリートメントが売ってたよねなんかこんなやつなんかこれ0.03ってちょっとやめてもらっていいあ、0.10ついてなかったわ <laughs> これトリートメント買いました今ドラッグストアでなんかガチのトリートメントっぽい 1, ヶ月1週間に1回やってくださいみたいな書いてるから 結構なんかサロン系なんかなとか思ってそう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 なんよねえー、っとあそうですね東京の情報はもう近々出します、まあ、4月中には出せたらなと思ってますね、まあ、ゴールデンウィークまあとりあえず日程とあとまあ時間は大体やっぱバーの箱はバーなので だからまあ日中とか以降開けといてもらえたらなって感じです午後あれですよ多分あのー、3連休の初日やからめっちゃなんか一番いい時じゃないとか思ってそうそうそうあのー、ね観光がてらとかもありかなとか思ったりとかしてますねうん 今今度度行くくぜひ来てくださいまあ大阪もねまたやりますんでね,ねそう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 えー、でも結構なんやろ大阪にも来てくれて今度東京で会ったら行きますねって言ってくれる人いてめっちゃ嬉しかったですねたまたま今大阪え普段東京やのに今たまたま大阪で今日来てくれたとかもいてえめっちゃタイミング良くないと思ってそうそうただあれよね やっぱ昨日金曜日やったじゃないですかだからやっっぱ金曜日ってさなんかみんな仕事終わら,ら,られへんかったとかさあのそういうのやっぱありますよね土曜日の方が確実ちゃ確実かなみたいな <laughs> ところありますよねそう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  <laughs> へえ イベント来てくれる？ファンの方は年齢層広いですか？あ、でも広かったですね。なんか本当に20代うん。20代の方から、うん、え上何歳だろう。でも。なんかそのファンの方来てくださった方で、なんかほんまになんか自分おっちゃんやからなんか来ていいんかな？とか思ってって言ってた方がいて、私全然そんな年齢とか。 全然気ににししやんんああののなてうかか幅広かったんですよ本当にだからなんか絶対この年齢みたいなんとかさ年齢層が逆に高すぎるとか逆に若すぎるみたいなのってマジでなくってなんか均等やったね昨日は。そそそうそううてか別にそうね年齢層とか全然気にしなくていいと思いますなんか自分がめっちゃ若いからとかさ逆にめっちゃなんかおっちゃんやしなとか。 506070とかでも全然もう来てください <laughs>、うん、年齢層とかねあれですよ気にしてたらもったいないっすようんそう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 えー、京都いいなで京都さ今回行きたいなとか思ってたよね神社巡りでもまあまた行かれへんかったね <laughs> 結局結局大阪に座ってしまいました今回もそうそうそうえー、そうなんよねハロウィン渋谷のハロウィンは私行ったことないななんか人混みがあんまりちょっと人酔いしちゃうよね結構ねそうそうそう あラッキーアッチさん、ナイススパチャありがとう。さっきも初スパチャじゃないかな。ねなんか初めて見た気がする。でもコメントはくださってましたね。今、ありがとうございます。ナイススパです。ナイススパです。<laughs> ナイススパって何や。そう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 。え、本当にこれライブなんだ。え、そうですよ。うそ、え、嘘かと思った。<laughs> いや、全然ライブライブです。はい。え、なんでなんでえこれ？ライブはライブですよね？あ、録画かと思ったってこと <laughs> だって。昨日もあの何ていうんかな？存在せえへんものやと思っとったって言ってる方いましたからね。その私という存在があのそん何ていうんかな？架空の存在 <laughs> だと思ってたって言ってる人がいた。い面白いなと思って。 なんか自分で自分のことって分かんないじゃないですかねなんかあのもう生きてることが当たり前というかそうもう赤ちゃんもうロ歳から自分だからさだから自分って人からどう見られてるかって分かんないけどそういうこと言われると面白いなって思いますよねやっぱねそう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 え筋肉質な男性魅力的ですかでも魅力的じゃないですかでもなんやろうね別に筋肉が私好きなんじゃなくて あの何て言うのかな筋肉をつける筋肉質になるためには筋トレをしないとダメじゃないですかでその筋トレをできる努力ができる人なんやなって毎日継続しないと多分筋肉ってさあんまりよっぽどもう体脂肪率なん何もとけ桁とかじゃないと多分そんなに維持できひんと思うんですけど。 なんかあのそれをねちゃんと継続してやれるその精神力に惹かれますね私はまあねもちろんビジュアルもあれかもしれへんけどよく見えるかもしれへんけどでもそれよりもなんかその努力してる姿の方が結構なんかグッとくるというか惹かれるかもねそう。 飲んだ後なのに肌ツヤツヤいや今日だから償いのパックしたもん <laughs> 私そのねちゃんと飲んだ後も最近でもちゃんと化粧落とせるんよねそうそうで化粧落としてあでもそのまま寝ちゃっててスキンケアせずにで私いつもそれで次の日に償いのパックをするんですよ 償いそうそうあの昨日はごめんなさいっていう自分の肌に対しての償いを行うんですよね。そうっていう儀式を今日しましたね朝に。<laughs> そう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 。でもね今日はね睡眠時間がなぜか2時間なんよね <laughs>。うん珍しく。でも逆に覚醒してるけどね。 夕方がいっちゃ眠かったです。今日は。そう、そう、そう。えー、人数制限ってあるんですか。かえ。でも結構予約の人数がめっちゃ多かったら、その時間帯に分けてやろうかなとは思ってますね。まあ、今回は普通にみんながいい感じの配分で、あの出たり入ったりをこう繰り返してくれてたので、あのこっちからね。制限することはなかったんですけど、そうですね。同じ時間にばってきたらあれかもしれないですね。 ま1000円で,で入れないとかはないようにはしたいから <laughs> せっかく来てくれてるんで皆さん来てくださった方ってだからそこは DM とかでも事前に予約してもらうみたいな形にしようかなって思ってます東京はうんそうですね <laughs> 本当に存在する存在しますよイベント楽しそうあでも結構ほんまに昨日は あ,のありがたいことに好評でしたね喜んでちゃんと帰ってくれた方ばかりだったんじゃないかなって思ったあとで DM 見てねそう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 あのー、なんだろうお見送りまでさせてもらったんですけど昨日ねその時にめっちゃみんな,なんか楽しかったみたいな言ってくれたからああよかったと思ってそれでさ あの実際会って「えなんかこの全然なんか動画では喋ゃ喋れへんやん」とかさ <laughs> なんかあの「え見た目ちょっと動画の方が可愛いねんけど」とか言われたらめっちゃショックじゃないですかもほんまにそういうのもなかったから「いや良かった」と思ってもうそれがほんまにもう私の中で「あ一個良かったな」って思ったことでしたねそう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 なんよね えめっちゃおじいなんでですすが大丈夫ですか全然大丈丈夫夫か全然年齢とか関係ないと思うんやけど私全てのことにおいて <laughs> うんそう帰りに京都と寄ればえー、そうなよねじゃ逆方向なんですよそれが実はそうでも今実家に帰ることすら若干体が拒み始めている体がというかシンプルに面倒くさがり嫌なんでズボラなんかあのねしてるだけなんですけど。 そう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 ねちょっとあのー、浴衣とか着たいよな京都でなそうなの秋のよああなるほど、ね、全部読んでます今そうネット上のね人とねやっぱ現実アウト驚くよねでも私もなんかその推しの配信者みたいな人になんかあ もし配信者では私でも推しはあれか会ったことないかただなんかあのね好きなそういうアーティストとかさそういう人のライブに行ったらやっぱ泣けますよねなんかもう私感動してね泣いちゃうもんねなんかあほんまに目の前におるみたいな感じで思っちゃう感動がすごいねやっぱそう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  えー、大人のおねえさん出てるあ出てたらいいな。昨日はね昨日はおりしたんです,するかい昨日してないっすよ。てか大阪でマジで静かに過ごしてますからねうん本当になんか普通に遊ぶとかもね <laughs> イベントまでもいろいろ準備とかもあったし。 全然もうそんなんできてないなちょっとそういう話欲しいよな <laughs> そう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 うん今大阪なう大阪のホテルなう、えー、今日の服装の全身今日の服装の全身見える見えないな <laughs> でもちょっとこれまたインスタ載せたいですね実家帰った時とかにちょっと撮ってもらおうかな でもこれフリルがね可愛いんやねこのでこの裾もねちょっとこうフリッてしてるのねそうスカートがだからお気に入りです <laughs> 学校の前のの前席にちちゃんんみたいいいな女の子いるんでちょっかい出してますあー私でもねこのキャラってめっちゃ人にちょっかいかけられるキャラなんですよもうあの分かるよ <laughs> じゃあ私にちょっかいかけてる系の男子ですね多分おそらくいやなんかあの私結構喋り方がなんか特殊特徴的みたいな感じでよく今でも言われるんですけどなんかめっちゃ喋り方真似されたりしてた学生時代から女の子も男の子もどっちもやけどそう <laughs> 今やったらあの何東京に移ったからさもうイントネーションとか真似されるよね ななんかそそそそう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 なんとかやんなみたいなとか言ってくるよね <laughs> 関東の方はそうなんよしみけんさんさとみりやさんそうですねコラボしてましたよ私初コラボが多分しみけんさんやからさ <laughs> やばいよねなんかめっちゃきめっちゃ緊張したあの時。 にでもめちゃくちゃ喋りやすい方といか喋りがめちゃくちゃ上手な方でもなんかさすがだなって感じでしたもう勉強になることばかでしたね。でも本当にでもそれこそ私そのシミケンさんに会った時にあの何画面上で <laughs> なんかやっぱねそういうさビデオを見てるとさ絶対に5回に1回はしみけんさんって出てこないですか <laughs> なんか <laughs> 声どうした <laughs> そうそうなんかあのそうなんかあのー、みんな多分なんやろやけに親近感持ってると思うよねそのなんやろ画面で見すぎて親の顔以上に見てるんじゃないですか男の子とかは <laughs> そうって思うんですけどなんかあのー。 それでやっぱ画面上の人かつやっぱもうなんかねそういう姿までしちゃってるというかまあ見ちゃってるからさなんか不思議な気分でしたねそう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 あるあるよね <laughs> そうなんよえー、と同じ女性でもこんなにも違うんや綺麗え女性の方ですかねなんかこの前もコメントくださってましたよねきららさん。 不正のことですかよかったらコメントしてくださいそう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 ねなんかネットの人と現実にね会うことあり,ありますよえそれってどういう感じ配信者の方とかそれともこうなんていうのかなまあ最近で言うなんか、ま、アプリとかじゃなくてか確かにねんか一回でやっぱその満足しちゃうのってやっぱ多分何やろう ただ可愛いとかだけやったら多分一回見れたらラなんかもういいかなみたいな感じで思っちゃうよまあ自分もそうやっとあその自分がもしその人のファンやったとしてもそう思うと思うんやけどなんか顔あーでもどうなんやろうでもなんかその人のさなんかあのキャラが好きとかなんかあのしゃべること内容が好きとかなんか。 ねまあ、アーティスト音楽とかやったらさやっぱ新曲とかどんどん出るから、まあ、飽きることはないけどっていうところよねだからみんながね毎回毎回楽しんでくれたらいいなって思ってます私はかちょっといっぱいね引き出しをあのー、<laughs> ねストックしとかないとなと思いつつ思ってますねそうそうそうまあライブ配信何分までですか 20分ぐらいまでにしましょうかあと9分ぐらいにするか1時間だけにしようって思ってたけど結構いっつもあれなんよねあの長く喋っちゃうよねそうよくこんななんかえでも今日ねあんまり人と喋ってないからこれでちょうどいい塩梅になると思いますうん <laughs> なんか人って一日何言語か忘れたんですけど 喋ららないいとスストレスがめっちゃ溜まるらしいんでですよねでそれが、えっと、男性の方がやっぱ口数って少なくてそのストレスがたまる口数が。で女性は多分男性の何倍ぐらいだったかな3倍ぐらい喋らないとなんかストレスがたまるみたいな書いてましたね本にそう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 。ですね。えー、っと「あはいと八丸805さんいつもありがとうございます」。 いつもね、毎月サポートしてくださってる方です。ありがとうございます。どうぞ、ありがとうございます。なんか、息ですね、どうぞだけ。吹 <laughs> いて、ポンって。ありがとうございます。いただきます。はい、いつもありがとうございます、本当に。あ、ライブ配信、ずっと見てくださってたんやね。ナイスパです。ありがとう。嬉しい。ありがとう、ありがとう。 ありがとう。ありがと懐かしい。ジョイマン。えー、っと全身みたいですえ、全身あ。でも今日ちょっと部屋広いから見せれるな。じゃあちょっと特別に高いですよ。全身見るの？<laughs> 急に関西人魂出してくの。こんな感じですね。全身ははい、こんな感じ。あ、こうした方がいいか？ ちょっとあの。あれですね。はい、こんな感じです。全身は。どうですか。え、これでも結構なんか。なんやろう。森の少女って感じないですか。森の少女感。森の少女って何。そうそうそう。あの透け感がね、あって結構あの。春っぽい感じですね。そう、なんよね。そう。 おえー、<laughs> ワンピースにはありがとうございますえー、っとええー、やん <laughs> ありがとう <laughs> ありがとうそうワンピースなんよワンピースです春ワンピ春もう私ねでも基本的にワンピースしかマジで服あんまり着ないのねなんか あとあの私の服あるあるなんですけどあのこのなんか素材伝わるかななんかテロってした生地なんかシアー生地みたいななんかそういうのばっかになってるもう気づけばなんか私あんまり硬い生地好きじゃなくてあの何て言うのかまあタイトな服は,きは好きなんですけどピチって体のライン見えるやつとか好きなんですけどあの。 なんていうのかな生地がゴワゴワした感じの服がめっちゃ苦手なのねなんか肩こっちゃうというかそうだからこういうのってさもうほんとテロッテロだからこういう服ばっかやねそう上着とか特に上着というかトップスねとか特にそうやねそうそうそう。 やっぱなんか服ってさ結局なんか同じようなものを買っちゃわないなんか同じ色とか,か黒持ってる人って大体めっちゃ黒持ってたりとかするし逆にこうベージュ好きな人とベージュっていうかベージュっていうかそうベージュ好きな人ベージュとかさそういう淡い,淡い色気のもの結構好んだりしますよねそうそうそう髪色そう今ねちょっと色が抜けてきてちょうど今いいぐらいになってきたで昨日とかもね結構いい。 ぐらいにななってましたねなんか染めた時にえめっちゃなんかえめっちゃなんか思っとるより暗いとか思っとったけどさあれよねいい感じやねちょうどしかもちょうどみんなに会うタイミングでいい色になってくれたのが良かったそれはマジでグッジョブ <laughs> グッジョブそうなんよえー、っ さらっとしたのがいいそうさらっとが好きタイト系はめっちゃ好きだって昨日のねフックめっちゃタイト系でしたよね多分昨日ね着てくださった方はあれやと思うんですけどめっちゃタイトでしたえこれどうしたいあれねおひれはね絶対着れないなっていうのがあってもうなんか白なんですけどあの <laughs> めっちゃ透け透ける色々とでもう体おへその位置まで見えるんよねもうピタッてしすぎてっていうのとか、まあ、タイトででも好きですねなんか私結構さ丸顔だからさそのガバガバの服を着たらなんかもう全部がなんか膨張というかして見えるからなんかちょっと何やろ足とかをちょっとこう出したりとか。 あのウエストとかちょっとしまってる服しか絶対着ないっていうルールがありますそそ <laughs> そうそうそうウエストは絶対ここがこう今日の面白いけどちょっとこうキュってなってるのしか着ないね絶対もうそれは鉄則そうなんよね革ジャンあカ革ジャン着ますよライダースそうそうそう そう、カーテンみたいな生地の服ね。えー、レザー系ああ、レザーね。まあ、レザーのなんかスカートとかあのパンツとかを持ってますね。結構よく使ううん。えー、白の可愛かったね。あ、本当ですか。嬉しい。<laughs> 白のありがとう。いいね。ああと2分でライブが終わっちゃいます。 でも今日急にね。ライブ配信したけど、でも今日ちょっと平日よりやっぱあれですね。どうせつが少ないかなって感じやけど、までもみんなこうやって100人こうやって集まってくださってありがとうございます。まあ、ライブ配信で。でも結構出たり、入ったりなこと多かったりするよね。私はね。結構ライブ配信見るの好きで。あのなんか作業しながらとかやってますね。あのまあ、編集しながらとかも見るし。 あの何家事しながらとかあとちょっとゴロゴロしながら流し見したりとかなんかまあそういう感じでねなんかライブ配信って楽しめるからえー、なーってめっちゃ思いますで私もめっちゃ好きほんまにライブ配信ねなんかあのあれですよね動画ってさ結構集中して皆さん「あえ今な何やった?」みたいな感じになるじゃないですかなんか「えどこまで見たっけ?」とか思うけど。 なんかライブ配信とかってなんかね気軽に見れますよねわかるわーライブ配信そうライブ配信今日は終わりますよそろそろ今日はマジでいっぱい寝よう <laughs> 今日はいっぱい寝よううんそうなんよね配信ありがとういやいやこちらこそありがとうございます見てくださって あテラテラしてるのうちも好きフレ,フレアスカートかわいいよね私も私も好きフレアフレアマジでかわいいうん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  あパチパチパチありがとうございます。<laughs> ってことでね皆さんじゃあ20分になったので今日はそろそろ終わります。なんか今日ほんまになんかあの私の一人語りというかちょっと今日みんなと喋りたいなとか思ってね急にあの付き合わせたんですけど <laughs> 付き合ってくれてありがとうございました。じゃあ,あのまたね次の動画か次は動画やねうん動画でお会いしましょう。 ありがとうみんなコメントとかねスパチャとかたくさんありがとうございました。じゃおやすみなさい。<laughs>